こんにちは、仏壇ごと .com の高安です。沖縄の仏壇ごとに興味がある人のための YouTube チャンネルです。さて、台風6号、皆さんやっと落ち着いた頃でしょうか。今日は台風の時に法事とか行事が重なってしまった場合っていうのを実例を含めてちょっとお話ししたいと思います。皆さんのところどんなでした？ちょっと振り返りをしようと思ってこっちに置いてあるんですけど、2023年の台風6号、8月1日の火曜日の朝の5時に暴風警報が発令されました。それから3日の午前1時8分まで暴風警報がずっと発令中で、1回ここで解除されたんですね。で、そこで8月4日のまた3時27分、1回ね、向こう側に行ってまた戻ってくるっていう U ターン台風みたいな感じだったので、8月4日金曜日の15時27分に暴風警報がまた発令されて、それから8月6日の早朝4時28分まで暴風警報でした。なので、実際8月1日から8月3日日付変わってすぐぐらいまではもう暴風域。で、8月4日の暴風域っていうか暴風警報ですね。8月4日の夕方ぐらいから8月6日の朝方まではまたずっと暴風警報っていう風な感じで、その合間合間でいろいろやった人もいると思うんですけど、ほとんどのところで8月1日の夜ぐらいから停電してますよね。停電。で、だいたい復旧が8月5日だったり6日だったりっていうところが結構多かったかなと思うので、この5日間6日間ぐらいはもう停電してるところっていうのもあった。そういう時にもし自分たちが法事とか行事が重なったらどうするかっていうのを少しお話ししていきたいと思います。法事と行事の場合でまたちょっと違うので、少し説明、考えることは一緒なんですけど、ちょっと対応が違うかなと思ってます。法事っていうのは、南下法要とか一年期とかの法事ですね。で、まずはできることを考える。で、個人の立場に立つ。道理を考える。このステップで考えていけばいいんじゃないかなと思って、実は、私たちこの8月4日、ここがうちのおじさん、いつなんか、5なんかですね。5回目のなんかでした。で、実際、今回はもう毎週重箱を頼んでいるので、本当は作れればいいんですけど、他のやることもいっぱいあるので、で、あと、お茶碗借りたりとか、椅子借りたりとかしてるので、毎回11時から12時ぐらいに重箱を届けてもらってます。重箱到着。到着ね。で、スケジュールこんな感じで頭入れててくださいね。で、だいたい8月4日はいつなんかだから、親戚が1時過ぎぐらいから夜ぐらいまで来るみたいなイメージなんですけど、もうその8月3日の時点で、うち実は8月1日から夜停電したんですよ。で、停電して2日、3日の朝に断水したんですね。これうちね。で、うち夜停電して朝断水してっていう感じだったので、もう4日の法事自体はまず危険であるっていう判断をしました。で、夜停電、こっちまだ停電のままだったんですけど、8月3日の時点で。で、停電するとエレベーターが使えなくなりますよね。で、エレベーターが使えなくて、非常階段、階段を使うんですけど、その2階、うち2階なんですけど、2階の非常階段の間にあるガラスのドアのガラスが、ひび入ってバリーンってめっちゃ割れてるんですよ。なんかもう本当に、ガラスがあったら、こんな感じでもうひびが入ってる状態で、少しボコって浮いてるんですね。なので、ただ風はすごいこっちからこっちに吹いてるので、何かのタイミングでドア開けるタイミングとかでかなりググ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 って押さないといけなかったので、これがバリーンっていく可能性っていうのがありました。なので、停電、断水に加えて、ガラスが飛び散る危険っていうのもプラスされました。ということは4日にいくら暴風警報が解除されてるからって言って、うちのおじさんとかおばさん大体70代前後が多い、70代以上も多い、80近い人も多い中で、そのガラスが飛び散るかもしれないところに来て、暑いところで停電してるところで放置するっていうのは現実的ではないと私は判断して、8月3日の午後に、一回ね、こっち小休止があった時に、おじさんおばさんなんかに電話して、うちおうち停電してるし、断水もしてるから、明日のいつなんか、5なんかはこのガラスも、危ないから、
私たちも自分たちで法事やってすぐ別のところに避難してるから、法事にはごめんだけど気持ちだけいただこうねっていう連絡をしました。ね、来ないでっていうのは、例えば自分の感情もうみんなが来ると難儀だから来ないでっていうのとはまたちょっと違うと思うので、これはもう命の危険っていうのがもちろんある状況なので、その対応しました。だからできることを考える、私たちの場合はこの場合はまず法事はできるって考えました。法事はできる。で、なぜなら重箱を自分たちで作るっていう判断をしてたら停電の時とかはもうまず無理です。だけど重箱を届けてもらうっていうものだったので、一応8月4日の朝にこの重箱頼んであるところに電話したら、OK ですと、そのまま予定通りで OK っていうのだったので法事はできるって判断しました。でもお客さんは危険で来れないっていう判断をしたので事前に連絡で、個人の立場に考えたとき、亡くなったうちの場合おじさんね、おじさんの立場に考えたとき、台風であろうが、こっちがね、この世が台風であろうが何だろうが、あの世での裁判は行われるわけですよ、いつなんかだから。これはもう偽り、嘘偽りのない、もう5回目のなんかには、この神様がうちのおじさんをどう裁くかっていうのが、裁判があるので、この個人の立場に立ったとき、いくら、ね、台風だからって言っても全くもうやらんでいいよってやるのか、できることを考えてやってるのかによっても違うなと思ったので、一応この私たち重箱が届きました、お供えしました。で、お供えして線香は立てました。で、内カビ焼くっていうのが入るんですけど、内カビ焼くのはさすがに台風の強風の中では危険ですよね。危険なので、内カビは言い訳しました。この祭壇にこういう今台風6号が来てて停電してて断水してて最低限のことしかすいませんできませんと、内カビに関してはこちらにまたゆっくりね、台風がいなくなって戻ってきてからまとめて焼こうと思っているので、ちょっと置いておきます、待っててくださいっていう言い訳をして、この内カビは置いておくっていう判断をしました。これ道理を考えた結果なんですね。うちのおじさんの立場に立ったとき、神様の道理を考えたとき、法事っていうのはできないことはあっても、まあね、できる部分だけをやるっていうのでもいいんじゃないかなと思ったので、それやりました。で、結局またその夕方からはまたね、暴風警報が入って、暴風警報でこっちになったんですけど、8月7日に帰ってきて、この内カビは、この日に焼いたんだったかな ?8 月7日に内カビ焼いたんだ。この日に焼いた。っていう風にやりました。で、実際この台風中でも、家族の1年期があるんだけど、とか3年期があるんだけど、どうしたらいいのっていう、相談結構ありました。で、その時に、重箱とかを注文してある自分たちで作るってちょっと細かく聞いたりとか、まずはできることやったらいいよって今の話を全部しました。で、今回みたいに台風がここまで長引くっていうのはほぼないと思うんですけど、これはいいパターンだなと思っていて、この法事の場合にお客さんは危険で来れないって判断したら事前に連絡をする。で、それを連絡したことをちゃんと祭壇にも報告する、仏壇にも報告する。で、こういうので、ただ私たちはちゃんとやりますのでって言ってできることをやる。で、それからそうで、私たちこのね、重箱、停電してるから冷蔵庫がないんですよ。置けないよね。お家もすごい暑くて湿気もいっぱいだから。で、この重箱はお供えしたら、下げしますって言って、うちの実家はその時も、電気が復活していたので、そこの冷蔵庫に入れてもらうために持って行って、もうそこで食べてねって言って渡しました。で、私たちは、結局、1日、3日、3日から7日まで、7日の午前中まで、ちょっと避難っていうことで、停電して断水してたので、断水と停電は、5日の夜かな、に治ったみたいなんですけど、まだちょっと風が強かったっていうのがあったので、6日、7日は、もしかしたらもう一回停電するかもっていう可能性を考えたら、お家で寝られるどころじゃなかったので、ちょっと
外に出てました。だけど、そのおかげで、法事もゆっくり考えられたし、皆さんの、LINE の相談の返信にも、ある程度は答えられたから、ちょっとネット環境がね、弱かったので、そこまで細かくはできなくて、YouTube も撮影しようとしたんですけど、ものすごい風の音で、私の喋りより風が勝つみたいな話だったので、ちょっと、そこは遠慮しても、撮影はできなかったんですけど、で、こんな感じで、法事はやります。じゃあ、行事の場合、例えば、旧盆、夏だと旧盆ですよね。旧盆などの行事の場合、これは今までも多分経験があると思います。旧盆は3日間あるので、そのできることを考えるっていうのは一緒です。例えば、ウークイの日だったら、もうみんな来れないから、家族だけでやろうねとかってやった経験、ちっちゃい頃とかあったと思います。で、これも個人の立場に立つ。せっかくお盆って言ってみんなのところに帰ってきたのに、みんな台風だからって言って、もう重箱もやらんでいいよ、どうせ台風なのに、あの世の人たちもわかるよって言ってやられると、私だったらちょっと寂しいかなって思う。で、道理を考える。旧盆は、あの世から、あの世から、この世に先祖が帰ってくる。先祖が来る。先祖が帰るって言われているので、この先祖を案内しに、7月7日、ね、七夕に、7月7日、七夕に案内かけて、あの世からこの世に先祖が帰ってきた、この旧盆の3日間っていうのを考えたら、まあ今回みたいな台風が例えば合わさった時っていうのはもうお家の中にある食材で作れるものをお供えする。で、もし重箱を作るってやっていて、停電したりとかして、重箱みたいなのがお供えできないんだっていう状況の時には、普通に自分たちが食べるご飯をお供えして、すいませんって言って、こんな理由で台風が来て、料理がちょっとできなくて、もう普通に私たちが食べるご飯をお供えしてますって言って、ただ、旧盆で皆さんが帰ってきて、こちらがおもてなしする気持ち、歓迎する気持ちっていうのは全く変わりがありませんので、どうぞこちらをいただいてください、みたいな感じで私だったらやるかな。で、ここで、注意したいのが、この旧盆などの行事は人が来る、お客さんが来る場合っていうのがあるので、もしこの危険を伴う外場、危険を伴う場合っていうのは、もちろん本人の判断もあるんですけど、こちら側、受け入れる側っていうのが、一応私たちとしてはお家の中ではやるけれども、外こうやって風が吹いて危険だから、外歩くのも大変だから、また次、時間見て、手合わせに来てねっていう風な案内の方が私はスムーズじゃないかなと思ってます。なので、台風の時、法事、行事っていうのは、延期ができるかって言ったらもう準備してるからほぼノーだと思います。結婚式とかもそうですね。ほぼノーだと思います。ただ、できることを考え、個人の立場に立って、道理を考えるっていうのができたら、それぞれのお家の分だけそれぞれの答えが出てくると思うので、ぜひこの機会に防災の観点からもちょっと考えてみてください。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。